与田純次は、日本の実業家、戦争体験家たりべ、元大使館員。兵庫県木の関郡竹野村出身。長男は、東方大学医学部医学科教授の与田ひとし。元阪神タイガース監督兼選手の村山実、神戸大学名誉教授の安田修は、妻のいとこにあたる。2017年、父の代まで十数代にわたり襲名されていた、 与田次郎ウエモンを襲名。大正十四年、兵庫県木の崎郡竹野村に生まれる。先祖は、江戸時代初期から漢文十二年頃、漢方二年頃から完政八年まで商屋を務めており、北前船の船主でもあった。漢文年間からは、元商屋という屋号で様々な商売を営んできた。 大日本帝国上海大使館事務所支政部行政課勤務の後、1945年、大日本帝国陸軍満州独立公兵隊1893部隊に幹部候補生として現役入隊。終戦直前、満州にソ連軍が侵攻し、戦闘になり、所属部隊はソ連軍の戦車攻撃に対し命をかけた肉迫攻撃作戦に出る。 自身のタコツボの方へ戦車は向かって来なかったが、近くの戦友たちがタコツボから飛び出し自爆する光景。またその爆撃を受けながらも土煙の中から何事もなかったかのよう出てきた戦車の様子は、こんなを脳裏に鮮明に焼きついている。と語っている。終戦後、朝鮮半島を南下海藻。20日間に及ぶ。 サバイバル生活を、カタツムリを食べて生き延びる。途中、部隊はソ連軍に囲まれ、銃弾を浴び、隊員の半数が銃弾に倒れる。その後、ソ連軍に日本軍捕虜として連行され、約3年間の強制労働を強いられる。霊下40度の極寒の中、森林伐採、燃料調達、船の先導、死者の埋葬、ジャガイモ畑開墾牧草調達、 凍りついた川から水を汲む、麦収穫、病院の炊事、等の労働をした。翌流一年目に、東傷で右手中指の第一関節の先端を切断。その後、疑似赤痢に感染したため、栄養失調になり、一時意識を失う。監視の厳しい翌流生活の中、白丹の木の川でトランプを自作し、戦友たちと無事に帰国できるかを占った。 このトランプは帰国時にソ連の検閲に引っかからなかったため日本へ持ち帰ることができ現存している。1947年に解放され帰国。翌年、父、ヨダジロウエモンと共に保険代理業を開業。その後、天然豆うと製造業、乾麺製造業、豆腐油揚げ製造業を開業し、1949年に 東東不製造業休止化冷凍工場を設立開業。しかし工場は数年で倒産し、多額の借金を抱えてしまう。借金取りに追われる身となったが、私は逃げも隠れもしません。このシベリア帰りの丈夫な体を預けますから、使ってください。と、自ら債権者の方へ近づき、与えられたあらゆる仕事をこなした結果、借金を放棄してもらった。 その後、再起を図るため、1955年4月に、豆腐油揚げ製造用機器及び各種燃焼機器、おろし小売り及び工事試工業者、元商や商店を開業し、社長に就任。これまでに、田島地方で、約3万台の家庭用、工業用灯油ボイラーの販売、設置を行ってきた。1991年2月、海部都市内閣総理大臣より、 シベリア抑留に対する医者の念として銀牌が授与される。2017年4月、七の代まで十数代にわたり襲名されていた与田二郎ウエモンを襲名し、与田順次改め与田二郎ウエモンとなる。近年、自らの戦争体験をインターネットを通じて若い世代に伝える活動を行っている。過去にはシベリア抑留に関しての執筆をしており、 また各種メディアから戦争体験に関する取材を受けている。90歳を超えた現在も自身が経営する会社の代表取締役を務め、生涯現役をモットーに働いている。与田淳二さんインタビュー、冬は冷下40度です。部屋の中に行っても死んだら凍って棒状になるんです。企業インタビュー株式会社元商や、給湯機器の老舗、オール電化で雪国、 豊曜の冬を快適に、ありがとうございます。